我はここまでだ。そなたを一人にしてすまぬ。ダメです、気をしっかり持って。どうもヒロドです。この動画は戦国無双の浅井長政の作り方を紹介する動画です。さすがにあのとんがっている頭防具はなかったので、今回はなしバージョンを作っています。戦国無双ね4まではですね、男性武将では浅井長政と藤堂高虎と長宗我部元親をね好きで使ってましたね。もともとねその武将が好きっていうのもあるんですけど、長政は純粋にかっこよかったですね。あと武器もね西洋のランスっぽくてね、結構珍しくて好きでしたね。パイプはね単発で、そうね刀になっちゃったからね、あれは少し残念でしたね。日本の苗字はですね、めんどくさいと言いますか、浅井だったり浅井だったりね、同じ漢字で読み方が違うみたいな結構あるんですよね。読み方間違うとね失礼になっちゃうしね、難しいですよね。長政がね信長に従属みたいな感じになってたら、もしかしたら北陸を攻めてたんじゃないかなと私は思うんですよ。そうなるとね勝家が浮くんで、西側の攻略はねもっと早くなったんじゃないかなと思います。ちなみにね私はね無双通番が好きですね、見た目は。もしね5番を作る場合は目とね眉毛も角度を変えないと似ないと思いますね。化粧はアイシャドウはありません。色もそんなに難しくはないですね。身長174センチです。防具は作りやすかった無双スリーバーを採用しています。防具は全て同じ色です。金で問題はありませんでした。まあここら辺はねお好きなやつにしてください。はい、では以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。